はい、どうも皆さん、こんにちは。ケイスケです。さあ、今日はですね、有名プレイヤー、チンスケ隊長が、ちょっとね、事情により、クラロワを引退することになりました。本当にね、寂しいですよね。で、引退するにあたって、有名プレイヤーのザックさんが、なんとですね、チンスケ隊長のために、最後ですね、千人大会を開いてくれました。いや、本当に、ジャックさん優しいですよね。この間も、チンスケ隊長の誕生日だったので、千人大会を開いたばっかりでございます。さあ、そんなチンスケ隊長、チンスケ隊長といえばですね、ドズルさんが先日行いました、最強クラン決定戦、その時にですね、全校オリーブ紹介の大将を務めました。そして、チンスケ隊長って読むんですけれども、ドズルさんにわざわざですね、チンジョ隊長って呼んでくださいというね、ドズルさんにそう呼ばせたお調子者でございます。ただ、お調子者だけど腕は本物なので、そのチンスケ隊長のね、最後の勇姿、こちらをね、見ていきたいなと思います。さあ、チンさんといえばやっぱりですね、ジャイボーラーの使い手でございます。本当にね、めちゃくちゃ上手いので、このジャイボーラーの使い方、見ていきます。さあ、こんな風にですね、ボーラーなので相手のジャイアントやナイト処理していきました。そしてですね、相手の手札などは、さっきですね、トルネードを使ってたりしているのを、もう分かっておりますので、こっからですね、相手がトルネードを使っていきます。はい、トルネードを使った瞬間、すかさずですね、はい、ジャイメガゴを逆サイドから出していきました。そうですね、相手のデッキ、インフェルノタワーなどの施設ありませんし、あとはですね、ジャイアントを瞬殺できるような、効果力のユニットありません。なので、天敵のトルネードを使った瞬間に、こんな風にですね、逆サイドで、ジャイアントとか、あとメガゴを出していくっていう、このね、読みがすごいなと思いました。多分、その読みで合ってますよね。解説間違ってたら申し訳ありません。さあ、こっからですね、アーチャーやメガゴでね、しっかりとスケラーを処理して、で、これにジャイアントを加えて、カウンターを狙っていきます。で、こっからですね、ライトニングと、あと丸太で、しっかりと、ファルチェを処理しまして、そしてですね、相手ガーゴイル出すんですけども、しっかりと、こんな風にですね、矢の雨、こちらですね、タワーにかかるように、3つの呪文ですね、これがタワーにダメージ入るように打っていきました。もう処理も丁寧ですよね。で、さあ、右のタワーはライトニング圏外です。圏内です。さあ、はい、こんな風にですね、ライトニングを打って、チンさん勝利といった感じでございます。さあ、そしたら、チンさんの最後の試合のリプレイ、見ていきましょう。ちょっとですね、チンさん探すのに手間取ってしまいまして、リプレイ途中になってしまいました。申し訳ありません。ただ、最後らしいね、すごいいい試合だったので、見ていきましょう。はい、こんな風にですね、お相手さんのバルーンも刺さっていきますが、こっからチンさんのジャイアントも刺さっていきまして、はい、左のタワーをですね、お互い落としていきました。見てください、感染者がですね、もう180人以上おります。で、紙吹雪の量もえぐいえぐいと、これはですね、やっぱり最後です。最後の試合なので、皆さんチンさんをですね、観戦しに来て、で、そしてですね、紙吹雪で、このなんか送ってあげようみたいな感じでございます。さあ、本当にね、チンさん慕われておりますね。そして、チンさんの引退大会、最後の試合とはいえ、お相手様はですね、手を抜くことはございません。まあそうですよね、手を抜いたらやっぱり、失礼になりますし、で、全力の相手に勝ってこそチンさんだと思います。さあ、こっからですね、丁寧に処理をしているので、はい、紙吹雪の量がすごいですね。で、やっぱりチンさん、これ絶対緊張してますよね。千人大会最後の試合、感染者がもう200人を超えております。で、そんな中プレイしているってさすがでございます。さあ、ここから相手のメガゴなどを、しっかりとアーチャーで処理していきます。さあ、角からですね、しっかりと、バルーン出してきましたが、ここは墓石でね、ターゲットをずらしてキングタワーに向かわせていきます。さあ、こんな絶対緊張するような中、丁寧に処理を行っていきました。で、ここからですね、ボーラーなどを右のタワーに向かわせていきますからの真ん中ジャイアントで、ターゲットを取りますが、ここで相手はですね、大砲を出してきまして、さっきのバルーンと同じ処理方法をですね、されております。ただ、ここでですね、結構ボーラーのダメージ入れることができました。
さあもうねさっきみたいに呪文をですね回していけばミニオタバ落とすそうです。さあここでバルーンが届くんですがギリギリ処理と、おお危ない、いい勝負でございます。さあただチンさん呪文3つ右の束に打っていけばですね削りきれそうです。さあ丸太を打っていきまして、まあ、手札回しも兼ねてますね。でこっからジャイアント、出していきましてメガゴを引きつけると、そしてからのですねこっからライトニングを打っていきます。さあ見てください、ジャイアントも刺さっていきまして、こっからライトニングを打つんですがガーゴイルが全て受けてしまうと、そして丸太を打つんですけども相手のファイアーボールが届いてしまって最後負けるんかい。